JR 鍋島駅ですね。長崎本線の佐賀駅の次、自転車を降りる。ちなみにあのバルーン佐賀大会は、加瀬川河川敷で行われますので、最寄りの駅、多分バルーン開催時は、臨時の駅が加瀬川河川敷に佐賀バルーン駅っていうのが設定されると思うんですけれども、まあそんなことは通常の駅では多分鍋島が一番近いのかな。で、鍋島駅といえば今ではこう、まあ、普通列車しか止まらないんですけども、こうやって JR 貨物の操車場、なんていうのかな、 JR 貨物の駅ですね、佐賀までのコンテナで一番運ばれてきて置かれるのはここだと思います。トスの隣が田代、
でしたね。この僕の大好きなこの青い空から夕日へ向かってのこのグラデーション、めちゃめちゃ美しいと思いますね。毎日見れるものなんですけども、これは本当に美しいと思います。このグラデーションは本当に朝日も夕日も美しいですよね。あ、こんな時間にたまたま鍋島駅を訪れたんですけれども、これはなかなか自分で言うのもあれですけど、いい時間でした。ということで、7時過ぎの鍋島駅から、7時だから19時過ぎの鍋島駅、おっと佐賀方面列車が来ましたね。ここはちょっと枝が出てて黄色い線の内側に入るのもなかなか難しいような気がする。止まる気配はないですね。早いですね。これ特急ですかね。ああ、これ白いカモメですね。カモメではないですね。カモメではないですけど、JR 九州の誇るじゃないな。885かな？ 887？